こんにちは、ダイレクトサイエンス社長の広島です。今回はエリック・クラプトンの Running on Faith、こちらのギターのイントロのスライドの弾き方を解説していきたいと思います。ぜひ一緒に演奏してみましょう。それでは実際にやっていきましょう。まず今回のチューニングですが、オープン G チューニングといいまして、このように、チューニングが通常のレギュラーチューニングと変わっていきます。まず6弦の音、これが D の音にしてください。そして5弦、これを G。 そして4弦、これはもともと D なのでこのまま。そして3弦、これも G の音なのでそのまま。そして2弦、これも B の音、このままでいいです。そして1弦、これは Dにしてください。ですので変えていくところは1弦、そして5弦、そして6弦。何も押さえない状態で G コードの和音になります。 G と B と D ですね。これでオープン G チューニングの完成です。この状態でフレーズを弾いていきましょう。それではやっていきます。最初の音は2弦の12フレット。というふうに弾いていきます。このスライドバーを使うときは、バーの真上ですね。12フレットの真上に当ててあげると、綺麗に音がキープできます。まず最初のこの12フレットのために、下からスライド。このように、コワーと。そして、今度は12フレットもう一度弾いて、下に下がる。そして10フレットに行って、そして次は8フレット。流れ的には、最後の8フレットのところでは、ほとんどピックのニュアンスは出してないです。スライドバーのですね、歌わせ方の場合は、いろんな歌わせ方ができますので、まず自分の中でタンタランタンというふうに声を出すこと、そうしながらタタンタンとやってあげると、この人間が歌っているような感じが、出せるようになってきます。そしてこのフレーズに対してトワータタラントワータというニュアンスで、やっていきます。最初は2弦の5フレット、そして1弦の5フレット、そして2弦の5フレットから3フレットにスライド。そして次は3弦の2フレットから4フレットスライド、そして3弦の回。ニュアンスとしてはトワータトワラトワートワー、このような感じですね。ゆっくりやると、そして次のフレーズはというフレーズです。このフレーズは1弦の12フレットから10フレット、そして次は2弦の10フレットから12フレット、そして最後は3弦の12フレット。これをという風になります。そして次というフレーズになります。まず1弦の5フレット、そして2弦の5フレット、そしてピックを2回して5フレットから6フレットへスライドとなります。これがというフレーズになっていきます。そして次のフレーズは、このフレーズは C コードになります。これは、2弦3弦4弦の5フレットですね。2弦3弦4弦
をリズミックに、このようにターンタターンとと弾きます。そして一度次の D に行くためにというフレーズを弾きます。これは2弦の5フレット、そして1弦の5フレットに対して2弦の5フレットに下からスライドでと入れてあげてください。そして次は D コードの構成音をばらしていきます。同じく4弦3弦2弦の7フレット、これを2弦3弦4弦ですね、このように弾いてあげてください。そして次のフレーズはというフレーズが一度入ります。このフレーズは3弦の4フレットから2フレットへ、そして解放、そして1弦の5フレットというフレーズです。そしてこのフレーズの次はというフレーズになっていきます。このフレーズは4弦と3フレットの3フレット、そしてそれをそのまま5フレットへでやってください。これはタラダンタンタラダンとこのようにタン、この5フレットのところでアタックがつくようにやってください。そしてまた今度は5フレットか7フレットへとやってあげてください。そして最後これは3弦の765とクロマチックで降りてきます。そして先ほどと同じフレーズ、3弦の4フレットから2フレット、そして解放、そして1弦の5フレットというフレーズでイントロの全体の流れができました。それではですね、イントロのスライドをゆっくりとまずこのフレーズだけでやりましょう。という風になります。少しではテンポを上げてやりましょう。このスライドギターは本当に譜面に表せない細かいニュアンスが、面白いところになりますので、心の中でパーンパーンパーンクワーンと歌いながら実際にスライドを弾くことをお勧めします。そうしていくとエリック・クラプトンなんかとまた違ったニュアンスでも自分が歌いたいやり方が見つかるかもしれませんので、どんどん弾いてみてください。それでは失礼します。